皆さんこんにちは。ウィッシュウィンドオーケストラトランペットパート担当の古間健太です。川原文也です。横川はじめです。はい、本日はでは星名さんのインテルメッツォ3番ですね。はい、こちらをやっていきたいと思うんですが、はい、まずこの曲非常にピアノが多くて、そうですね、音量のコントロールがすごい難しい曲なんですけど、あんまり小さいところを簡単に吹きすぎると大きくなってしまうので、なるべく繊細に繊細に、はい、コントロールしていけたらいいかなと思います。はい、マーチみたいに縦乗りというよりかは横の流れを、意識してアンサンブルだったりできるといいですね。ファースト、セカンド、サードどのパートも重要なので、そのそれぞれのパートの役割を十分理解して演奏できると思います。そうですね。それではお聴きください。はい、5番から演奏しました。3連符と、譜点のリズムの差をはっきりとつけて演奏するといいと思います。四角6番からはカップミュートでセカンドサードが演奏すると思うのですが、はっきりとミュートをつけてしまうと埋もれてしまうので、はっきりと演奏していただくといいと思います。練習番号6番の3小節目のアーフタクトから、7まで演奏いたしました。ここは、ほぼトランペットのソロと言ってもいいところじゃないかなと思うんですけども、まずメゾピアノからフォルテピアノまでのクレッシェンド、そしてエスプレッシボの指示があってクレッシェンドと、非常に細かい、ニュアンスの指示が書かれております。それ一つ一つをまずしっかり守って、ただ木管楽器が同じことをやってたりするので、そちらとのアンサンブルも正確にできるといいと思います。次は8番から4小節間です。アラルガンドがありますので、テンポが緩んだ時に音が短くならないように注意しましょう。それでは夏のコンクールに向けて頑張ってください。